エリック・フロイド・クラッツは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、モンゴメリー郡テルフォード出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。現在は、フリーエージェント。野球アメリカ合衆国代表。MLB の旧球団で、出場経験がある、ジャーニーマン。2002年に MLB ドラフト29巡目で、トロントブルージェイズから指名され、プロ入り。その後、 7年間ブルージェイズの参加でプレーする。2008年11月3日に FA となった。2009年1月21日にピッツバーグパイレーツと契約。2010年7月17日のヒューストンアストロズ戦30歳でメジャーリーグデビューを果たす。オフの11月6日に FA となった。フィラデルフィアフィリーズ時代2010年11月12日に フィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。2012年5月22日にシチズンズ・バンク・パークで行われたワシントン・ナショナルズ戦でトム・ゴーゼラニーからメジャー初本塁打を放った。2013年12月3日にブラッド・リンカーンとのトレードでロブラス・ムッセンと共にフルスのブルージェイズへ移籍した。2014年ブルージェイズでは34試合に出場して打率。 198、3本塁打、12打点を記録した。カンザスシティロイヤルズ時代2014年7月28日に、ダニー・バレンシアとのトレードで、リアム・ヘンドリックスと共にカンザスシティロイヤルズへ移籍した。移籍後は、わずか13試合の出場ながら、打率を上昇させた。また8安打を記録したが、そのうち2本は、本塁打である。オフの11月7日に、 日米野球2014の MLB 選抜に選出された。2015年6月11日にリーフとなった。2015年6月21日にウェーバー工事を経てボストンレッドソックスに移籍したが出場機会がないまま25日にリーフとなり、28日にトリプル A 級ポータケットレッドソックスに移動し、翌29日に自由契約となった。 2015年7月2日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結ぶが15日に自由契約となる。2015年7月17日にフィリーズとマイナー契約を結び9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。10月9日に FA となった。2015年11月8日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだが 2016年3月28日にダンストレイリーとのトレードでアストロズへ移籍した5月16日にリーフとなり22日に自由契約となった2016年5月27日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだ2016年6月11日に金銭トレードでパイレーツへ移籍した7月19日にリーフとなった 2016年7月28日にブルージェイズとマイナー契約を結んだ。オフの11月7日に FA となった。2016年12月1日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結び、2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年は開幕から参加のトリプル A 級コロンバス・クリッパーズでプレーした。 2017年8月31日に金銭トレードでニューヨークヤンキースへ移籍し9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたオフに FA となったが12月13日にマイナー契約で再契約した2018年5月25日に後日発表選手とのトレードでミルウォーキーブルワーズへ移籍し即日でアクティブロースター入りした この年は、マニーピーニャの控えとして出場し、自身最多の48安打を記録した。敗戦処理として3試合に登板した。自身初のポストシーズンでは、コロラドロキーズとのディビジョンシリーズで8打数5安打に、打点の活躍でチャンピオンシップシリーズ進出に貢献した。2019年3月24日に、CJ イノホサとのトレードで、サンフランシスコジャイアンツへ移籍した。 5月13日にィーフとなった。2019年5月16日に後日発表選手とのトレードでタンパベイレーズへ移籍した。5月31日にィーフとなり6月5日に自由契約となった。2019年6月8日にヤンキースとマイナー契約を結んだ。また第2回プレミア12のアメリカ代表に選出された。同大会では保守部門で ベストナインを受賞した。オフの11月7日に FA となった。後にマイナー契約を結び直した。2020年8月8日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月28日に FA となった。ありがとうございます。